ブンブン。ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は楽天モバイルの方から今後のサービスにつきましてお知らせがありましたのでご紹介したいと思います。また後半は新しいキャンペーンもスタートしていますので、そちらにつきましても後半ご紹介したいと思います。まずはサービスの変更に関するお知らせですが、主に今回は2つをご紹介します。1つはユニバーサルサービス料について、そしてもう1つは規約変更についてです。まず、ユニバーサルサービス料につきましては、ドコモや au といった大手携帯会社の場合、毎月ユニバーサルサービス料が請求されていますが、楽天モバイルにつきましてはこれまで請求されていませんでした。それが今回から大手キャリアと同様に請求するという内容になっています。具体的な時期としましてはこちら、2021年8月から。実際の利用分で言いますと、その1ヶ月前になりますので、2021年7月利用分から、このユニバーサルサービス料が請求されることになります。金額につきましては1電話番号あたり月額3円ということですので、微々たるものではありますが、おそらく料金明細の方にこのユニバーサルサービス料が乗っかってきますので、毎月料金の詳細を確認している方は最初少し戸惑うかもしれません。あくまで他の携帯会社と同じ水準になったということですので、特にこの辺は3円多く料金が取られてしまいますが、そこまで気にする必要はないかと思います。そしてもう一つ楽天モバイルの方からお知らせが出ており、それがこちら、約款変更のお知らせということで、契約に関する規約が変更されています。なお、この約款という言葉あまり聞き慣れないかと思いますが、基本的には規約という意味で捉えたらいいかと思います。では今回どういった規約が変更になったかと言いますと、こちら、利用停止の条件が追加されています。これまでは何か違反行為があった場合に利用を停止するという記載はありましたが、今回はそれに加え、新たにこの部分、当社の別途指定する1の回線が連続する180日間において全く使用されていない場合、この場合に利用停止になるというふうに規約が変更されています。要はどういうことかと言いますと、約半年間使われなかった場合、自動的に利用停止になってしまうということを意味しています。これも全ての電話番号に対して適用されるのではなく、一つ目に契約した電話番号に対して適用されるとのことです。特に楽天のサービスにつきましては、全く使わない月は1円も請求されない楽天アンリミットというサービスが提供されている関係上、ただ単に回線だけを持っているという方も増えてきているのではないかと思います。ユーザーからすれば、全く使わない月は0円になりますので、特に持っていても全く問題ない回線ではありますが、楽天側にとっては管理するための費用が発生してしまい、そういった費用の発生を抑えるために、全く使わない方には連続して182時間、もし半年間使われなかった場合、利用を停止するという、この新しい規約を追加したかったというところがあるようです。こちらもユーザーにとっては特にデメリットはなく、そもそも使っていない回線が利用停止になったからといっても困ることはないかと思いますが、ずっと使っていなかった回線で久しぶりに電話をかけてみようと思ってもかけることができないということが今後発生する恐れがありますので、今回この規約が変更されたということは楽天モバイルを使っているユーザーは意識しておく必要があります。もちろんいきなり利用が停止されるわけではなく、停止する場合は事前に通知が行くとのことです。なお、具体的にこの変更が適用されるのがこちら、今年の7月1日からということで、約1ヶ月後にはこの新しい規約で契約がスタートとなります。ということで、以上が先日楽天の方から発表されました契約に関するお知らせになります。どちらもユーザーにとって何か変更されて困るというところは特にない、微々たる変更ではありますが、一応月々の料金がユニバーサルサービス料の分少し増えたり、あと半年間使わなければ利用が停止になったり、そういうことがあるということはよく理解した上で契約する必要がありそうです。そしてここからは楽天の方で新たに始まったキャンペーンについてもご紹介しておきたいと思います。今回新たに始まったキャンペーンがこちら、最大2万7000ポイント還元キャンペーンというものになります。実は同様のキャンペーンにつきましてはこれまでも提供されていましたが、今回ポイントが還元される分が新たに増量されました。これまでは楽天モバイルを契約しただけで5000ポイント、
要は5000円分のキャッシュバックが受けられるキャンペーンが開催されていましたが、今回はそれが増量され、7000円分、この分がポイント還元されることになります。楽天のポイントにつきましても Amazon などと同様、1ポイントが1円に相当しましたので、7000ポイント還元ということで、7000円分キャッシュバックされる形になります。これが契約しただけで還元されるポイントになります。さらにスマホを同時に購入した場合、その場合は最大2万円分の還元を受けることができます。要は楽天モバイルを契約し、なおかつ同時にスマホを購入した場合、最大で2万7000円分のポイントが還元される形になります。このキャンペーンは期間限定で開催されており、もうキャンペーン自体はすでにスタートしており、終了につきましては6月11日8時59分までとなっています。ですので、あまりずっと開催されているというキャンペーンではありませんので、もし今回のポイント還元キャンペーン、実際にポイント還元を受けたいという方は、早めに申し込んでおく必要があります。特にお得なのは、スマホも同時に購入する場合で、現在楽天で購入することができるスマートフォンとしましては、楽天オリジナルのスマートフォンとして、楽天ビッグ S や楽天ビッグ、楽天ハンド、これらのモデルがあります。その他、最新の Android 端末から、また、最近では iPhone の取り扱いもスタートしていますので、その中でもより多くのポイント還元が受けられるモデル、そういったモデルと組み合わせて契約することによって、最大2万7000ポイントを獲得することができますので、今回のキャンペーン、かなりお得なキャンペーンとなっています。料金プランにつきましても、楽天のプランはかなりわかりやすく、このような段階制のプランになっていて、1ヶ月あたりの高速通信、1GB 以下の使用であれば、1ヶ月あたりの請求費用が0になるという、かなりお得なプランとなっています。また、たくさん使った場合、楽天のエリア内であれば、どれだけ使っても2980円となるだろう。少ししか使わない場合、それからたくさん使う場合でもお得な内容になっています。もちろん、たくさん使う場合につきましては、楽天回線のエリア外の場合、その場合は少し条件が変わってきますが、基本的に料金自体はここに掲載されている料金と変わりはありません。どちらかと言いますと、あまり使わない方にとってかなりお得なプランというのがこの楽天のプランになります。このプランと今ご紹介しました楽天で販売されているスマートフォン、それを同時に購入することによって今回の最大2万7000ポイントの還元が受けられるキャンペーンに申し込むことができますので、6月11日までとあまり期間はありませんが、楽天の公式サイトの方でチェックしてみて、もし自分の欲しいスマホが楽天の方からも販売されているならば、この機会に楽天の方契約を考えてみるのもいいかと思います。なお、この動画の概要欄には、この辺のキャンペーンの詳細だったり、どういったスマホが販売されているのか、そちらを確認することができる楽天公式サイトのリンクを貼っておきます。今回のキャンペーンの詳細など気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。